さあ試合は第2クォーターに入ります。攻守方向を入れ替わりまして、画面向かって右から左に攻める形でリードへ方と攻撃継続となります。ファーストダウン10に入りました。さあ再びランプレーです。キャリア22番、今度は右オープンへのランプレー、しかしここでイエローフラグ、反則が発生しています。ホールディング、54番、オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。アメリカンフットボールはボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。相手を握らずに押すということが求められます。この結果オフェンスチーム10ヤードの抜体となりまして、ファーストダウンやり直しです。さあ大きく陣地下げられました。リードエフォートエレス、自陣48ヤードからファーストダウン20の状況に挑みます。パス成功。この状況をまずパスで打開を図りました。クォーターバック11番、ワイドレシーバー4番にパスを通し、10ヤード以上のゲインとなっています。取りましたワイドレシーバー4番は信弘、京都工芸繊維大学出身のこちらもルーキープレイヤーです。そしてエールズセカンドダウン9、相手陣36ヤードの地点からの攻撃に入ります。スラップミス。さあ乱れたスナップ、それをクォーターバック抑えましたが、またしても大きく陣地を後退する形となりました。さあ攻撃は進めながら、しかしミスが続いております。エールズゲインしました距離をスナップミスにより大きく後退し、サードダウン25の状況となりました。ボールオンは自陣29ヤード、失礼49ヤード。どのようなプレーを選択するでしょうか。ドロープレー、パスに見せかけダウンプレーでこの状況打開を図りました。大きな前進になっていますが、しかし攻撃権行使には至っておりません。フォースダウンに変わります。キャリアは24番の小林でした。エールズフォースダウン13、パントフォーメーションを選択します。ボールオンは相手陣40ヤード、フィールドゴールを狙うには距離がありましたので、ここはパントにより陣地挽回を図ります。パントはキックによる攻撃放棄のプレーです。このパントはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。パントがエンドゾーンに入るタッチバックの場合には攻撃権は相手陣に移り、相手は相手陣の20ヤードからの攻撃となります。これによって攻撃権移り変わります。今度はベアーズの攻撃に変わります。さあクラブベアーズ攻撃権を取り返しまして、自陣20ヤードからの攻撃に入ります。ベアーズファーストダウン10。さあ今度はパスプレーから入りました。クォーターバック18番、ワイドレシーバー13番にパスを通しまして、約4ヤードのゲイン、パスを通しました。クォーターバックはパスを取りました。ワイドレシーバー13番は大谷、大阪ハイテク専門学校出身の選手です。
クラブベアーズセカンドダウン6。今度はクォーターバックジョシュワン、ジェットモーションをしたワイドレシーバーに持たせるふりをして、それをフェイクに自らキープしました。相手のディフェンスの裏を突こうとしましたが、これはエールズディフェンスのアジャストがよく、ゲイン1ヤードに留めています。クラブベアーズサーダウン5、ボールオンは自陣25ヤードの地点での攻撃に入ります。ナイスファースター。ランニーバック45番、ハンドオフを託され密集点に突っ込みました。タックルを受けましたが、セカンドエフォート、さらに粘り腰を見せまして攻撃権更新としました。ナイスランでファースター、見事なランを決めました。クラブウェアーズ45番は川端、北大津高校出身のプレイヤーです。これによりベアーズ自陣34ヤードの地点に進みましてのファースターアンテ。今度はエールズのディフェンスが見せます。再び中央へのランプレーを展開しようとしましたが、ここでエールズの25番がチャージしまして、このランプレーを封印しました。結果的に3ヤードロストしています。ここでホイッスル。レフリーダーマーク、レフリーダーマーク、第2クォーターのウォーターブレイクタイマーです。ここでウォーターブレイクが入ります。現在両チームともにそのランプレーによって打開を図ろうとする非常に渋い展開になっています。この配信は X3 ウエスト全13チームの合同企画によってこの配信は実現しております。今画面上に映っている方々のお名前がこの企画にご賛同いただけた方々のお名前になっています。ご協力ご協賛ありがとうございます。この企画は現在も継続しております。この配信しております URL、YouTube の概要欄にその申し込みになります URL を掲載しております。そのある方はぜひご協力ご協賛をお願いしたいと思います。この配信を司っておりますのは私、道楽屋リチャです。個人でやっておりますので、拙い部分は多々ありますが、何卒よろしくお願いいたします。さあ、ウォーターブレイク解けまして、試合再開に入ります。状況は、ベアーズ自陣セカンドダウン13の状況から試合再開です。パス不成功。クォーターバックがプレッシャー浴びながら右にロールしてタイトエンド92番へパスを投じましたが、これを92番キャッチできませんでした。パスターゲットになりました92番は山中、京都大学出身。クラブベアーズ状況変わらず、自陣30ヤードからサードダウン13の状況に挑みます。さあ、ここでモーションをしてきたワイドレシーバーに持たせて左オープンへのランプレー、ジェットモーションスイープを展開しました。託されたワイドレシーバーの6番左オープンをつきましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。ワイドレシーバー6番は杉田、日本大学出身の選手でした。ベアーズフォースダウン7、パンクフォーメーションを選択します。
このパントはリターンを避け手前側に落とす形にし、そこから転がしました。結果的にエールズ陣20ヤード付近でボールデッドとなりまして、この位置での攻守交代となります。ベアーズ、ここで非常に頭脳的なパントにより陣地挽回を図れました。さあ攻守変わりまして、今度はリードエフォートエールズの攻撃に変わります。ボールオンは自陣20ヤードの地点、この位置からエールズの攻撃に入ります。前半残り時間は3分49秒。さあここで中央へのランプレーを展開しようとしました。キャリア24番、味方ブロッカーを生かして突破を図りましたが、しかしこれはベアーズのディフェンス集まりよく、そのランプレーによるゲインはなく、むしろ1ヤードロスとなっています。エールズ自陣19ヤードからセカンドダウン11。このパスは不成功。クォーターバック11番、ワイドレシーバーに入った22枚のパスでしたが、このパスはオーバースローとなり、パス不成功となっています。攻撃権1つ進みまして、サードダウンになります。さあエールズサードダウン11の状況を打開できるでしょうか。ボールオンは自陣19ヤードの地点にあります。ナイスキャッチ、ファースト。クォーターバック11番、ここで左サイドラインへのロングパス、これをワイドレシーバー19番カバーされながら見事にキャッチし、大きく前進、ファーストダウン。競り合いながら見事なキャッチ決めました。エールズ19番はサコン、摂南大学出身のプレイヤーです。さあ前進しまして、エールズ自陣46ヤードからのファーストダウン10。さあここでランニングバックにトスをして、キャリア24番右オープンをつきました。ベアーズディフェンス集まりよく、このランによるゲインは1ヤードにとどまっています。キャリア24番は小林、京都工芸繊維大学出身のプレイヤーです。さあ試合はまもなく前半残り時間2分を切ります。第2クォーターの時間は前半の残り時間を示しています。この時間が0秒になりますと、現在のポジショニングはすべてリセットという形になります。したがってエールズ得点を挙げる場合、この残り時間でエンドゾーンにたどり着く、あるいはフィールドゴールを決めるという形が必要になります。さあ今度もランプレーだ。ラニバック22番、相手ディフェンスの隙間を縫うように一気に中央へ飛び込み、約7ヤードのゲイン。キャリア22番は山下、摂南大学出身。ヘイルズ相手陣46ヤードからサードダウン残り1ヤードの状況です。しかし時計は回っております。さあ中央へのランプレー、相手ディフェンスの壁を突き破ってファーストダウン獲得です。攻撃権更新。
連リータイムアウト、連リータイムアウト、負傷者もタイムアウト。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入っています。ここで続けてエールズは前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。残り時間48秒の状況でエールズどのように得点を挙げるか、一旦ここで作戦を練ります。この配信は X3 ウエスト全13チームの共同企画によって実現しております。この企画にご賛同いただけた方々のお名前が現在画面上に表記されております。 ご協力ご賛同ありがとうございます。この企画は現在も継続しております。その意ある方はこの配信にあります説明概要欄にある URL をクリックしていただきますと、その企画に参加することが可能になっておりますので、その意ある方はぜひご賛同いただければと思います。その配信を受けさせていただいておりますのが私、道楽屋リチャです。個人でやっておりますので拙い部分、至らない部分は多々ありますが、できる限りご期待に添えるようやっていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、ここでエールズ前半1回目のタイムアウトが解けました。ボールオンは相手陣43ヤードの地点になっています。前半残り時間は48秒。エールズファーストダウン10。パス成功。さらにレシーバー粘ります。そのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。なんとここでエールズクォーターバック11番一気にロングパス、競り合いながらワイドレシーバー4番これをキャッチし、そのまま相手タックル外してそのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。エールズ6点獲得。見事なタッチダウンパスを決めました。クォーターバックの11番は井原、京都工芸繊維大学出身。そして取りましたワイドレシーバーの4番は信弘、こちらも京都工芸繊維大学出身のプレイヤーです。そしてトライフォーポイント。これをキッカー24番の小林が見事に決めまして1点追加。リードエフォートエールズ14点、クラブベアーズ3点。エールズここでリードを広げました。確実にランプレーによって試合を組み立てていたベアーズ、しかしその裏をつくようにエールズがビッグプレーをつなげることによってリードをするという展開になっています。この配信は X3 ウエスト全13チームの合同企画によって実現しています。この企画にご賛同いただけた方々を今画面上の方に表示させていただいております。ご賛同ご協力ありがとうございます。この企画は現在も継続中です。そのご協力いただける方々はこの配信にあります概要欄の URL をクリックしていただきますと、この企画に参加することができるようになっておりますので、そのある方はぜひご協力ご賛同をお願いしたいと思います。さあ、前半残り時間34秒の状況でエールズ試合再開のキックオフに入ります。ベアーズはこの36秒を生かすことができるでしょうか。さあ、リターンに入ります。これをエールズのディフェンス陣が見事なタックルを決めまして、ベアーズ陣30ヤード付近でボールデッドとしています。
クラブベアーズ自陣29ヤードからファーストダウン10。前半残り時間は26秒。パス成功、ファースター。ここでクォーターバックがドロップバックからパスを投じました。これをタイトエンド92番が見事にキャッチし、その体育を生かして大きく前進、ファースター。ここでホイッスル。チームタイムアウト、チームタイムアウト、クラブフェアーズ。ここで前半1回目のタイムアウトを取ります。時計止まりまして、試合時間残り19秒で時計は止まっております。先ほど見事なパスを取りましたのはタイトエンド92番、山中、京都大学出身のプレイヤーです。スタンドからエールズの応援メッセージがありました。こういった声は非常に選手にとって励みになると思います。さあ、しかし攻撃は現在クラブベアーズ側にあります。ボールオン相手陣46ヤードからファーストダウン10。前半残り時間は19秒。ここでクォーターバック18番、右に流れながらパスを投じようとしましたが、これをエールズ54番がキュービーイサーク、パスを投じる前に倒しました。ここでベアーズ前半2回目のタイムアウトを取ります。時計調整いたしますが、試合時間残り10秒で時計は止まっています。ベアーズ前半2回目のタイムアウトを使いました。そのタイムアウトをまもなく解けます。ベアーズ相手陣47ヤード、セカンドダウン11。前半残り時間は残り10秒。パス成功。さらに走ります。キャッチアンダーでファーストダウン。しかしここで試合時間がなくなった模様です。審判の判断を待ちましょう。チームタイムアウト、チームタイムアウト、クラブウェア、今のパスキャッチの時点で時間が1秒残ってたということで、提示を0分01秒。ここでプレーが止まりました段階でタイムアウトを取ったことが認められました。したがって試合時間前半残り1秒でタイムアウト成立です。クラブウェアーズ前半3回目のタイムアウトを取りました。クラブウェアーズ残り1秒残った状態でファーストダウンの状況に挑みます。そしてフォーメーションを変えました。クラブベアーズフィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス42ヤードのフィールドゴールにトライします。しかしこのキックはショート。
ここでしかしイエローフラッグが発生しています。この反則の判定を待ちましょう。グルー5番ペット後の反則ですが、ケージも0になっていますが、アンタイムのダウン0秒から1プレーだけプレーを再開します。この反則はディフェンス側のエールズにありました。反則としてはパーソナルファール、選手としてふさわしくない反則があったようです。パーソナルプレー再開します。試合時間は残り0秒ですが、この反則が適用されましてもうワンプレー追加、0秒での追加という形になります。反則発生地点までの罰則としてのファーストダウンとなります。したがってベアーズ相手陣13ヤードの地点からのファーストダウンという形を取れました。残り時間0秒のラストワンプレーとなります。ベアーズ再びフィールドゴールにトライします。しかしキックレングスは30ヤードとなりました。決めれるでしょうかこのフィールドゴール。このキック成功となりました。フィールドゴール、ゴールポストに当たりましたが、クッションを跳ねながらそのゴールポストの間を通り抜けました。したがってフィールドゴール成功です。ここで前半のプレーが終了となりました。これで前半終了となりまして、リードイフォートエールズ14点、クラブベアーズ6点、点数としてはリードイフォートリードという形で後半戦に移ります。まずここで両雄の作戦タイムとなります。ハーフタイムに入ります。果たしてこのハーフタイムの間に両チーム何らかの秘策を講じることができるでしょうか。この10分間のインターバルがどちらの形に展開するのか非常に興味深い形になります。この配信は X3 ウエスト全13チームの協賛による合同企画によって実現しております。この企画には様々な方がご協賛いただいています。現在画面に映し出されている方々がそのご賛同いただけた方々のお名前です。ご協力ご賛同非常に嬉しく思います。ありがとうございます。この企画は現在も継続しております。今回の配信にあります説明概要欄にその申し込みとなりますページにつながる URL を掲載しておりますので、その意ある方はぜひご協力の方をお願いしたいと思います。その配信を受けたまわりまして配信をさせていただいておりますのが私道楽屋リジャーです。個人でやっております。また私自身が趣味の延長でやっておりますので、これ自体は完全なボランティアとお考えください。できる限りのことは私なりにやっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは一旦私もハーフタイムに入らせていただきます。試合が始まる直前になりまして再び配信に参加させていただきます。